んちゃん、みなね。はい、こんにちは。こんにちは。今日はどこに行くでしょう。まるで見当もつかないですね。どこに行くでしょう。まるで見当もつかないんですけど、どこに行くんですか、はい、今日は。小川ひよりさんの写真展です。なるほど、ラスト写真展ですね。に来ました。今からね、愛を伝えに行きたいと思います。小川さんはインタビューだと思っていらっしゃると思うんですけど、ただ私が愛を伝えに行くということです。はい、じゃあ行きますか。はい、はい、よろしくお願いします。本日のゲストは小川ひよりさんでございます。小川ひよりです。よろしくお願いします。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、あ、ということで、あの、私からちょっと言いたいことがありまして。怖はい、じゃあちょっとないやん。小川ひよりさん、はい、ないやん。これはないやん。あるんですよ。あるんだ。これは私からのラブレターです。小川ひよりさん、10年間お疲れ様でした。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。小川ひよりさんとは2回しか会ってないんですけど、はい、私は勝手に小川ひよりさんがすごい好きで、大好きで、今までずっと小川ひよりさんを思ってました。最初に会った時は、私のデビュー前写真展に来ていただいて、はい、その時に小川ひよりさんが京都出身なん？え、関西一緒やんっていう、関西弁に私は関西出身なのに惚れてしまいました。その次は、ソックスソックスの写真、撮影です。そうです、撮影でした。はい、その時にも小川さんは、みなもちゃん寒くないって言ってくれたのにも、私は惚れてしまいました。そこから小川ひよりさんが大好きです。はい、ありがとうございます。今まで10年という長い間、いろんなことが小川さんにはあったと思うんですけど、小川さんの強い眼差しと、その華麗な姿が本当に大好きです。今まで本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。2回しか会ったことない。そうですね。今日3回目。今日3回目か。そうです。写真展に始まり、写真展で終わる感じ。うん。ちょっとなんか、あの、小川さんが本当に素
ないかなって思ったのが1週間前だったんで、ちょっとめっちゃ最近そうなんですよ、1週間前だったんで、今日写真ってあるから、はい、行きましょうみたいなって、ちょっと何も用意できなかったんですけど、わざわざ1週間前に思ってもらって弾丸で来てもらって行動力に本当に感心いたしましたわざわざありがとうございます。ありがとうございました。3回目でこんな立派に時間作っていただいちゃって、いやいや、勝手に祝いに来た人です。いや、一番好きなタイプですよ多分そのソックスソックスの撮影の時にも思ってたけど、あ、見た目と比べて意外とこの子こんな感じなんだって思った瞬間結構私の中でも株上がった記憶があるので、はい、あの同じ関西出身としてすごく応援してる後輩ちゃんなんだけど、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。イエーイ、いただきました。はい、あ、はい、はい、あ、え、質疑応答は昨日何すんのってあげちゃんに言われて、質疑応答とかしてもらってなんとかかんとかだと思うんでって言われた。いや、あのなんかいや、サプライズしようよみたいな話になって、あ、いや本当はサプライズしたかったです。1週間前に考えてたのは、うん、もうもっと壮大なサプライズを、でも今日って言われて時間なくて、本当に1週間じゃ無理です。だからあのインタビューって言っといて、あの本当ただ祝いに来た人になろうよみたいな。そういうサプライズ、騙してるのエビナなんで本当にこれだけなんですけどむしろこれだけのために来てくれてありがとう。いや、すいません、本当に本当にこれだけのためにわざわざ渋谷まで来ていただいて。前もね、せっかくだからなんか聞きたいことをちょっとだけでもなんか聞いてったらいいんじゃないですか。なかなかこういう機会もないですよ。確かに、うん、まあまあ、お座りなすって、やっててくれた、はい、実際にずっと座ってないなと思って突っ込もうと思ってたんですよ。ちょっとね、合図したんだけど気づかなかったなっていう。いえいえ、どうぞお座りください。すいません、よかった、ありがとう。全然全然、これ、あの、じゃあよろしくお願いいたしますまあちょっと時間の許す限りになっちゃいますけど、はい、まあね、まあ、10年活動して、はい、まあ、この年内でみたいなんでね、ちょっと、まあ、後輩としてちょっと聞きたいこともあるだろうという、はい、うね、いや、至ってシンプルなことなんですけど、はい、努力は報われると思いますか？努力は報われると思うし、意外と見てる人はちゃんと見てるなと思います。ああ、よかったっていうのが一番聞きたかったことで、うん、作品がなんか売れてるとか、うん、売れてないとか、うん、なんかあるよね、こう自分の中でなんか停滞期というか、なんかそういうのってあります？ほぼ停滞期じゃない？え、嘘だ、本当ですか？もうあのこの業界ってやっぱデビューが一番売れるので、そこから基本的には停滞していくイメージがやっぱ強い中でどうあがいていくかっていう感じだと思うんですよ。1年、2年、3年で続けていく中で、その中でちょっと数字が良かったものとかをこうプロデューサーさんとかがいろいろと分析して新しいものをやっていく感じだから、うん、もうプロデューサーの人の言う意見をちゃんと率直に聞いていいものを作ろうって思ってたら、本当に結構跳ねたりする時があったりとか、この作品大丈夫ってやつが意外と売れたりするから、結構うちらも正直わからないところはあるかもしれないし、近年はもっとわからないから、作品にちゃんと向き合ってればいつかちゃんと停滞期は脱出するし、また停滞するしの繰り返しになります意外とさ、ちょっと外見変えるとさ売れたりするんだよね。そう、それはあるね、それはあるかも。この子清純だったけどちょっとやんちゃっぽいキャラやらせてみたら売れちゃったとか、なんか不意に私も髪の毛短くなったりとか、ありましたね、うん、前髪作っちゃったとか、前髪伸びましたね、伸びました伸びました、ね、帰ってきましたとか、そういうので結構ね、不意な変化で変わったりするんだよね、うん、売れ方とかね、うなりますね、それは。なんでわかんないっす、
そう、何が売れるかって本当わかんないんですよね。だから積極的にいろんな作品、まあ嫌なものは嫌であると思うけど、結構積極的に挑戦してもいいのかもしれない、うん、自分が許される範囲の中で。やっぱなんかプロデューサーを相棒として考えて、ちゃんとやっぱ言いたいことは言いつつプロデューサーの言うことを聞くみたいな関係値が一番いいのかなって気がする。めっちゃ言ってたかも、うん、っていう私そんなイメージだったんですよ。そうなんですか。だからすごい、その、まあ、福ちゃんっていうプロデューサーなんですけど、すごいやっぱ関係値がものすごい誰よりもできてた。SOD の中でも一番長いんじゃないですか。長い。他のスターの子と比べてプロデューサーと P 歴多分7年前後ぐらい。すごい。6、7年とか多分やってるから、うん、で同じ性別女の子だし、やりなさいって言ったらやるけど、絶対これはこれじゃないとかって言ったら、あ、分かった分かった分かったって言いながら噛み砕いてちょうどいい塩梅使ってた、うん、彼女が楽しいようにするために現場も頑張ったところがちょっとあったりとか、うん、そんな感じ、本当に楽な感じだったね。うん、誰よりもいい関係値だったなって思いました。私はベタ好きレベルは多分ここの二人が結構ベタでいるそうなんです。こういう関係性が多分うちらの関係性にだと思いますね、うん、確かに近いと思います。そう、じゃあ戸川さんが今まででこうもうずっと芯を持って大切にしてきたことみたいな、はい、曲げずに。あー、でもいい作品作りたいっていうのと、福ちゃんを楽しませようってことと、はい、あと現場を楽しい空間にしようぐらい。確かに小川さん1回しかこう現場というか、あの、うん、ソックスソックスの撮影で一緒ご一緒だったんですけど、その時もうなんか小川さんがいるだけで現場がすごい華やかになったっていうか、この人は本当にすごい力を持ってる人なんだなってその時に思ったんで、確かにすごいですね。とりあえず笑ってれば平和に終わるくらい楽しい現場は特にそうだけど、辛いところもなるべく1秒でも長く笑ってよ、努力しよう、ずっとあったかもしれないですね。なるほど、はい、感無量で、感無量が詰まってる。ね、ここからは引っ張ってってもらわなきゃいけないので、そうですね。頑張ります、本当に。楽しみつつ、はい、いい作品を見出してください。ありがとうございます。よろしくお願いします。逆に小川さんから、うん、もうこれだけはこうだぞみたいな、あ、後輩に伝えたいことありますか？そうね、意外と人はあなたを見てるぞ。結構いい噂も悪い噂も意外とすぐ回るから。そう、確かにそうですよね。なんか私だから多分周りに言わないだろうって思われて、いろんな噂聞くから。そうなんだ。意外と見てるし、意外と名前伏せてるけど言ってる人いるから、ちゃんとした方がいいよっていう。これはみなもちゃんに限らずね、うん、いろんな人に言えることだけど、ちゃんと向き合って仕事してる方がいいかもしれない、うん、と思う。あの、態度悪いのは多分ほんとプライベートでやった方がいいって思いました。はい、一緒にやってて思いました。すごい重い言葉だった。人は見てるぞくらいじゃない、うん、だいいところも悪いところもってことですよね。めっちゃ見てる、めっちゃ褒めてるとこ聞くこともあるし、その分、うん、あの子こうらしいよとかもよく聞くから、うんうん、頑張ってる子はちょっとそういうの言われてほしくないから応援してます。と、はい、いう先輩のお言葉でした。はい、ありがたく受け止めました。ちょっと写真展前にお邪魔してて、はい、すいません、ありがとうございます。今日はお時間作っていただきありがとうございます。こちらこそ、お忙しい中来ていただいて、いやいやいや、ありがとうございます。暇です。YouTube も応援しております。ありがとうございます。はい、ちょっとこれからじっくり写真を見させていただければなと思います。はい、ぜひ時間よろしく限り。ありがとうございます。ガチャ回してもいいですか？
多分大丈夫だと思う。私がおごるわ。いや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 。じゃあエビちゃんにおごってもらって。ありがとうございます。ぜひ。ここはいおりさんです。はい、お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございます。ました。じゃあ向かいましょうか。